おはようございます。4時32分よいしょ。おすげえ、めっちゃ綺麗ですね。昨日ここでタイムラプスしてたんだよね。電池が切れて止まってますね。今日もいい天気になりそう。よし、行こうかな。小豆島2日目、ツーリングは3日目か。いい道。いや、大浜キャンプ場すげえ良かった。朝管理人さんが来てね、いろいろちょっと話を聞いたんですけど、温水シャワーがねできたのこの5月からなんだって。ラッキーですね。昔はだから温水じゃなかったんだね。ガラガラなのはそのせいだったのかな。めちゃ気に入りました、大浜キャンプ場で。まあさっき映ってたと思うけど、テントまだ張ってますからね。そう、今日も泊まります。もう小豆島だけ回って帰ることにしようかな。昨夜はいろいろトラブルがあったのでほぼ寝てない感じですね。その前の日にねめっちゃ寝たんで割と元気ですね。途中で眠くなったらもう早めにキャンプ場帰って寝ようと思います。今日はいやー、だからね、もう小豆島何泊しようかな。今日が土曜日、なんかどうもやっぱお天気が火曜日から崩れるみたいだから、だからまあ長居しても月曜日なんで、土日まるまる遊べるのは今日と明日だけって感じですね。ということでね、小豆島2日目になる今日はさすがに島のグルメをもうちょっと満喫したいなとね。セブンの鍋焼きうどんを食って満足してる場合じゃないですからね。めっちゃ美味しかったけど、まあ、島の食べ物をね食べたいなと思ってます。で、最初に向かう先はみのりジェラートっていうジェラートを食べたいと思います。なんでもそのお店は島の名産品を使った一風変わったジェラートを出してるらしいですね。ビワとか、あとオリーブのジェラート食べたことないからいいなと思って、まずそこに行く。今時間が9時ぐらいですね。でそのジェラート屋さんが、10時から開くのかな。でそんなに遠くないんですよ。だからもっと早く着いちゃうんだけど、多分寄り道とかねしながら行くといい感じになるんじゃないかなと思って向かおうと思います。なんか近くにパン屋さんもあるみたいなんで、森蔵ベーカリーなんだっけみたいな、森がつくベーカリーがあるらしいので、そこのコッペパンもなんか有名なんだって。米粉のコッペパン、すげえもちもちしてるやつ。なんかしかもラムレーズンコッペパンみたいなやつで、ラムレーズンめっちゃ好きなんですよね。そのパンも買おうかなと思ってます。あとは昨日回ってないスポットも回れたらいいなと思うんだけどね。ここ良さそうなとこだな。何これ、松尾芭蕉の苦跡。苦跡って聞いたことない。ちょっと景観が良さそうなんで寄り道。遊歩道みたいなのがありますね。あ、なんか紅葉スポットかな。国立公園寒霞渓。あ、ロープウェイがあるところなんか見た気がする、ネットで。これ乗ってみてえなと思ったんですけど、ね、そっか、もうそこを登ってきちゃったのか。急な階段だな。お、丸っこい展望台だ。おー、すげえ。あ、でもまだ上がありますね。これ本当紅葉の時期すごそうだ。小豆島はマジ懐が深い。なんか向こうの方に GoPro じゃちょっと映んないけど、上に展望台がもう一個あって、そこにおばさまたちがたくさんいるんだよね。アハハハハみたいな声がめっちゃ聞こえてきて、そんな楽しいスポットなのかなってめっちゃ気になります。また長々と写真を撮ってしまってめっちゃ遅くなっちゃいました。でもちょっとロープウェイの上の方も行ってみたいですね。なんかジェラート食べたいけど、もう昼が近いから先にご飯食いたいですね。あ、こっちが山頂、ロープウェイ乗り場。あ、バイク駐輪場がある。わーい、一台もいいね。多分あの東屋がさっき見たとこだと思うんですよね。河原投げって書いてある。どういうこと。あ、本当に投げれるんだ。こっからなんか瓦を厄除けで投げるみたいなやつなんですね。あ、それで、ね、はーって走れたんですね。俺はすげー。
あいつの間にかバイクが増えてましたね。奥のやつかっこいいな。感覚系かなり良かった。めっちゃ絶景スポットでしたね。ちょっとドローンは人が多すぎて飛ばせる状況じゃなかったけど、写真をいっぱい撮って遊んでました。どんどん予定が後ろ倒しになっていくね。まだ登るんだね、今の寒霞渓のところから。こういう道気持ちいいよね。この木々の間を縫っていく感じが。さあ、ジェラートは食べれるのかな。11時50分ほぼ昼ですね。激混みしてそう、どのお店も。いやー、10時とかに間に合うみたいな感じで出てきたはずなのに2時間もオーバーしてますね。2時間以上か。でもさっきバイクたくさん来てたから、やっぱり今日はライダーさんがいるんだな。でもまだすれ違ってないかな。これからすれ違うのかな。おー、めっちゃいいじゃんここ。この木の倒れ具合がめっちゃいいじゃん。ちょっと写真を撮りたい。暑い。でももうちょっと走るとすぐ涼しくなるな。なんか暑いのは暑いんだけど、そんなにジメジメしてないんですよね今日。割とカラッとしてる感じというか、閉まってそうなの。この辺の道もいいね。もう上りはおしまいかな。これめっちゃガレてる。この矢印殺す気ですね。二輪車を殺す気の矢印ですね。そう、バイク乗ってて嫌いな道結構たくさんあると思うんですけど、皆さんも縦線がめっちゃ入ってるやつね、よく峠とかであるやつ。車だとね全然気にしないと思うんですけど、二輪だとねそこにタイヤ取られてはまっちゃうんですよね。あれやめてほしい。でもそれでまっすぐなだけだったらまだいいけど、こうカーブとかにあったりするじゃないですか。あとは白線でしょ。あとマンホール、雨の日のマンホールも最悪ですね。この矢印なんでこんなボコボコしてんの。スピード落とさせるためだよね。わかるけど、ちゃんとカーブはスピード落としますから、そういうシステムにしないでいただきたいですね。めっちゃ勝手なこと言ってますけど。何食べよう、パンとかって言ってたけど、パンではねこの上は満たされないですね。パンも買うけどね、コッペパン食べたいからパンは買う。カフェが併設されてるらしいから、そのジェラート屋さんじゃなくて、パン屋さんの方ね。ジェラート屋さんはどうしたんだっていう話ですけど、ジェラート屋さんも行きます。おやつとして行きます。そう、パン屋さんの隣にカフェがあるらしくて、なんか酒蔵なのかな、なんか島でって何何その喋り方。小豆島で唯一の酒蔵らしいんですよ。でその酒蔵のカフェ、その店構えが酒蔵なのか、お酒を使ったメニューなのかはちょっとよく分かんないけど、そういうのがあるらしい。そこにしようかな、もう。でパンも買っちゃう、そのついでに。あー、チャリだ、頑張れ。すごいよね、北海道でもいっぱい見ることになるんだろうな。あ、ちょっとここすごいね。ということで次の寄り道、よいしょ。小豆島のバスだ、すごいですね。この雰囲気めっちゃ怖い。さあ順調に到着時刻が着々と遅れてます。絶対に到着遅くなるんだもん。ああ、もう途中に何もなければ1時到着予定だって。当初予定から3時間くらい遅れてますね。いい時間ですよ。でもみんなご飯どうだろう、もう食べ終わってる、混んでるのかな。そもそも今日やっぱり昨日よりは観光客の方多い気がしますけどね。あ、写真撮ってると時間忘れちゃいますね。なんかそう、よく元ブロガーさんたちが自分の走行動画を上げたりしてるじゃないですか。今日例えばそこのカーブのとこに、まあ、カメラを置いて走り去るところ撮るみたいなやつ、あれ憧れなんですよね。あれやりたいんだよね。この小豆島ツーリングではできるかちょっとわかんないけど、あ、やば、なんか背中が軽いと思ったら、やばいやばい、カメラのリュック忘れてる。やべえやべえやべえ。結構来ちゃったかな。あー、やばいやばい。今回の旅で一番大事なやつだからリュックにしたのに、身につけておけるものにしたのに、
あーグリーンだから良かったからだ。さっきのお寺のところに自動販売機があったんですよ。でもめっちゃ汗だくになってたからグリーンだから良かったんですよ。それを買ってごくごく飲んだら多分それで満足しちゃってふーみたいな感じでこう GoPro 回してやっちゃったんだよね多分。頼むわってくれ。あれがなかったらもう、だって今までのデータのバックアップもなくなるし、だって GoPro からはもう消してますからね。まずいっす、まずいっす、まずいです、まずいです、これはまずいです。やばい、今回のツーリングなんかトラブルがハプニングが多い。しかもなんか今ちょっと GoPro の電池が切れそう。 GoPro の電池も切れそう。これ最後までお送りできないかもしれない。 GoPro の電池も切れそう。機材のリュックもなくしてるし GoPro の電池も切れそうです。替えの電池だってないもんね。ここで終了する可能性が出てきましたね。わあ、ここで終了になるのか。ああマジか。ちょっと頼むよ。 GoPro の電池はもう持たなくていいから、リュックカメラバッグさえあればそれでいいから。いや中身もあってほしい。バッグだけあってもダメだから中身もあってほしい。見えてきた、あれだ、あってくれ、頼む、あってくれ。電池はまだある。本当にやばいよ。あったよね、あれあったね。よかった。あ、なんか蝶々が止まってる。君が守っててくれたんだね。あった、本当にバカすぎるでしょ。これね、ここでこのグリーンだからを買ったんですよ。優しい水分補給って書いてあるやつ、これ買って多分グビグビって飲んで満足したからもうそれで行っちゃったんだ。こんなでかいの忘れますか普通。あーバカなのかな。まあ、昨日寝てないからだな。いや関係ないでしょ。いや背中スースーするなと思ったんだよね。あーよかった、ごめんね、もう絶対忘れないから。髪もあるよね。ありますね。はい大丈夫。もうクソバカ、マジでクソバカ。疲れてるなこれ、今日マジで早く休まないと。It's my lucky day.